や、戻ってきたか。その様子だと手がかりを得たみたいだな。手に入れたはいいけど、一筋縄じゃいかなそうだ。湖の城に六本腕の巨人が三体いる。二体は神の像を守り、一体は神々の財宝を守っている。謎解きか、ベタなこった。そうだな、湖の城はモンドのことで間違いないだろう。で、六本腕の巨人は六に関わるものといったら。ってことは、六本腕の巨人は巨大なカニか。巨大なカニがいるかどうかはともかく、カニの足は八本だぞ。おお、さすがだ。風車の羽はちょうど六枚。それを六本腕の巨人として例えているんだろう。なあ、言われてみれば。あとは簡単だ。三本の風車のうち、神の像の近くにある二本が神の像を守る巨人。残りの一本が守っているものこそ、おそらく。お宝、おいらでもわかるぜ。うまくいくといいな。行こう、その風車のところまで行ってみようぜ。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。今回も絵がついているな。なんだよ、また謎解きか。もうダメだ、オイラは疲れた、クラクラする。頭の使いすぎだな。とにかく今回もよろしくな。わからなかったらまたガイアに聞いてみようぜ。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。
わかったか？お前らが拾ってきたの、ただの恋愛小説の切れ端じゃないだろうな。なんだ、間違って拾ってきてたのか。道理で天才のオイラでも解けないわけだ。冗談だよ。もう真面目に考えてくれよガイア。確かにこの謎は前回より難しいようだな。清き泉、清泉町のことか。清き泉の情熱、どんな時に清き泉が情熱を帯びるんだろうな。そんな恥じらいのないやつモンドではもう見かけないと思うがな。まさかお前の趣味か。これは失礼、他人の趣味に口を出すべきじゃなかったな。おい、こいつを何だと思ってるんだ。でももしそうなら、情熱的なのは泉じゃなくて入っている人の方じゃないか。いい発想だ。例えばそう、滝とか。それなら清泉町の裏山にある滝のことだな。モンドの清き泉が情熱的な一面を見せてくれているのはあそこだけだろう。滝の心についてはおそらく滝の左側を指すはずだ。ちょうどその位置に崖がある。見回りの時、滝の下から見たことがあるんだ。最後の寂しさに震える時は、神の目が操る氷元素と何か関係があると思うぜ。氷元素を扱える仲間を連れてった方がいいぞ。大したことじゃないさ。セピロス騎士団の一員として謎の一つや二つくらい解けなきゃ、犯罪者の企みを見抜くこともできないだろう。じゃあオイラたちは清泉町に行ってみるよ。せいぜい企みを頑張れよな。ん？あ、違った。犯罪者の企みを見抜くのを頑張れよな。